日本語コンコ日本語コン学習、日本語コンじゃない、日本語学習者の皆さんをいつも、いつも朝から応援するポッドキャスト、えー。今日は秋晴れについて。はい、皆さん、おはようございます。えー、朝ですね、元気ですか 朝だから少しだけ声を小さく始めますけど多分少しずつ声が大きくなるかもしれませんあの今日は素晴らしい秋晴れですね秋晴れはい秋晴れ春晴れとか夏晴れとか冬晴れとか言わないんですよね 秋晴れバレというのは晴れるということですね晴れ晴れね晴れ雨じゃない曇りじゃない晴れ秋晴れ秋晴れというのは秋のとてもいい晴れの日「今日は秋晴れですね」とか言うんですね。なぜかなあのー。 夏は多分ね夏は夏の晴れは実はあんまあ嬉しくはないですよねあの暑すぎることが多くてまあまあ人間というのはちょっとわがままな生き物であのまあ暑すぎると嫌でしょだから夏に晴れるとまあ今日も暑いですね本当 と暑いですよね,ねそのちょっと嫌な言い方をします、ね、でもまあそろそろね秋になってあの、まあ、昼はあ,あ昼じゃない、えっと、夜はちょっと寒いんですけど夜とか朝はちょっと冷える、ね、冷えると言いますね朝や夜はちょっと冷えて寒いんですけどまああの。 昼の時間ですね。朝から昼にかけて、晴れると、ちょっと気持ちがいいんですよね。ちょうどいいぐらいの気温になるんですよ。まあ、20度ぐらい。晴れて20度ぐらい。湿度もジメジメしなくて、カラッと爽やか。はい。たくさんいろいろ言葉を使いましたね。あの、ポカポカしてね、カラッと爽やかな秋晴れなんですよ。 ポカポカ、カラッと爽やか <laughs> あの。結構難しいですよね。こういうのをうまく使えるようになると、なんかこうレベルアップって感じがします。やっぱり、あの日本語学習者の皆さんは、たくさんの難しい言葉を知ってるんですよにもかかわらず、あの、こういう簡単なオノマトペ、ポカポカとかね、カラッとしてるとか、こういう簡単なオノマトペをさら。 サラッと使うと言いますねサラッと使うあの簡単に使う人が少ない多分オノマトペを間違うと結構大きく意味が変わってしまうんじゃないかなとそういうなんかこう怖さがあるんじゃないですかねででもも大丈夫ですよ怖がらなくても特にあの日本人と話す時にねもしオノマトペを間違えたら多分みんな 優しくく教えてくれると思います、ね、あそれはちょっとそういう時は使わないですねみたいな感じで優しく教えてくれたりまあニュアンスが分かった場合は、まあ、何も言わないかもしれないですね。それもそれで優しさですからね大きい間違いの時に何も言わないのはちょっとかわいそうだけど、まあ、小さい間違いの時ね本当にあの 意味は十分かかるニュアンスがちょっととだけ違うとかそういう時は人々はあまり何も言わないですよねだからそれは悪くないってことですあのニュアンスがちょっとだけ違うでも大きい意味は理解できるぐらいの間違いであれば全然問題ないまあまあ僕も日本語の先生ですから、まあ、あの大きく意味が違う時はもちろんあの教えますだからあの怖がらずにやっぱり 使ううっていうのが大事ですよね、はい、今日はポカポカああカラッとした素晴らしい秋晴れ、えー、実は僕はちょっとだけ疲れてるけどなぜかなまあやっぱりこれもあの秋冬やっぱりそれ秋とか冬によくあることですよね。やっぱりこう夜寒くて あの長く寝たいんですよね。だから夏に比べると朝がちょっとこう。弱い。なんか朝ちょっと元気になるまで時間がかかるっていうのが、まあ秋や冬のよくあることですよね。多分夜もう少し早く寝た方がいいな。なお、そらく人間の体はまあ動物たちと同じように。寒い時はもっと長く寝た方がいい。 はずですよね、えー、疲れやすいので、まあ、暑くても疲れやすいですけどやっぱり寒いとあのたくさんのエネルギーを使いますからね知ってますよね皆さんなんか寒いところにいると何もしなくてもこう自分の体を温めるためにたくさんのこうカロリーが必要らしいんですよ。だから、まあ、それを言い訳にして あのー、たくさん冬に食べる人もいますけどまあまあまあ食べ過ぎは気をつけて、はい、冬はね温かいコーヒーと、あのー、美味しいケーキ最高ですよね、はい、チョコレートも悪くない、ね、食べ過ぎないようにしなければいけないコーヒー飲み過ぎるとまた夜も眠れなくなって同じ悪いルーティンが、あのー、続いてしまいますからコーヒーは飲み過ぎずに夜は早く寝て そして朝、あの素晴らしい秋を楽しんでいきましょう。というわけで、そろそろ時間ですね。ちょうちょう。アストラリーゴー。まだね、またね。またね。